JR 山陽線辰野駅をご紹介します。辰野の町、岩川が流れ、ひらがなもあるの、いい匂いだ。それでは行ってみよう。辰野駅は兵庫県辰野市に位置し、網干駅と相生駅の間にあります。ホームは相対式ホームが一面一線と島式ホームが一面一線となっています。かつては真ん中にもう一本線路がありましたが、今はありません。自由通路が長いね。駅の北側には神社が見えます。後で行ってみよう。自由通路は南北に線路をまたいでいます。駅舎とはつながってないようですね。ホームの出っ張りはエレベーターの設置のためです。改札は自動改札と有人。昼間は1時間に1本。網干から西は本数が減ります。エレベーターは新しそう。これは IC チャージ専用機ですね。こっちにもある。そして緑色の切符売り場、いつまであるでしょうか。壁には駅名表がペタペタ。立つのはどこだ。あったー。相生からは赤穂線もあるね。駅舎は木造で、なんと明治の建築です。大切に使われてきたんだね。しかし改築の予定があるんです。駅舎は橋上に作られ、地上には地域交流センターが作られます。令和7年度の供用開始を目指しています。駅舎は自由通路に接続していますね。そして南北に2カ所の送迎広場ができます。駅前には作品がお出迎え。金属のボールの上に彫像。自由な発想だな。橋もある。だからここはジェニオ広場と呼ばれます。横には広い駐車場。24時間で500円。さりげなく工事のお知らせがありました。令和5年9月下旬から開始されます。駅前から南に道路ができるようです。町が作られていきますね。横切る道は西国街道。今でも町のメインロードですが、車はすれ違いしにくそう。駅前からバスが出ています。辰野市の中心部は5キロメートル離れています。そして紀新線の本辰野駅が最寄り駅です。それでは自由通路を越えて北側へ行ってみましょう。上から見ると大きく再開発されることが見えますね。辰野駅から姫路まで15分、神戸までは1時間ちょっと。自由通路の窓は Y と M がいっぱい。楽しい絵が飾ってありますよ。こっちも。列車が来ないときは静かですが、車の音はします。駐車場を挟んで国道2号です。幹線道路であり交通量が多い。
北側の住宅の向こうには小高い山が連なる。北側の送迎広場の工事は始まっています。バス停もできるのかな。工事が完成したら北口の利用者の方が多くなるかもしれませんね。車が便利ですから。それでは楽しく歩いていきましょう。国道2号沿いに歩いて1分、神戸神社到着。新しくてピカピカ光ってる。平成5年建立。砂利敷きのだだっ広い駐車場を横切り、大鳥居に入ります。白い石造りです。立派だね。御祭神は大名口の御事と宿儺彦の御事です。こんなところにウサギ。お、出てきた。令和5年はウサギ年。3ヶ月もすれば新年ですよ。こっちにはなで大黒様が。なでなでしとこう。こちらは持ち上げ福槌。思ったよりは軽くて願いやすかった。拝殿内には絵馬が掲げられています。多くは武士が戦っているところです。優しそうな大黒様と恵比寿様、結構売れてますね。金色の飾りが素敵です。拝殿の隣には大きな石。岩神といい、昭和50年の造成中に出てきたそうです。八幡宮、琴平宮、奥の院。小さいのですが作りが細かく、特に彫り物が素晴らしい。かつてはかやぶきだったようです。眺めがよく南方に開けた神社です。なお、ここでは書道教室もされています。さて、駅前に戻ってきました。ちっちゃいお店がありますね。プレハブの店舗は唐揚げ屋さん。鶏の唐揚げと牡蠣の天ぷらの2種類ある様子。晩ご飯のおかずにファミリーセットの3にしました。7個と5個の組み合わせね。今から揚げるから8分待ってね、ということで鶏もも肉のお勉強をしていました。北側のロータリーは十分すぎる広さですね。そして自転車駐輪場は無料。助かるね。できました。
ファミリーセットにはヤンニョム味とハニーマスタード味のソースが両方つきます。2つの容器に分かれてて結構なボリューム。こっちは牡蠣、瀬戸内の牡蠣が使用されています。お皿に移して出来上がり。ヤンニョム味は甘いのと辛いのが混ざってて絶妙ね。ハニーマスタードも辛さと甘さが混ざってて美味しい。さて、北口の近くは比較的新しい街並みです。道路の緑色は通学路で、子どもたちが通る道路であることを示しています。水田もあるね。たくさん実ってます。辰野市の人口は73,000人。平成12年2000年頃から減少に転じています。しかし利便性の高いところは増加していくのでしょうね。国道2号の小城交差点を渡ると山陽線、岡山方面からやってきたのは特急スーパーハクトでした。静かな街がびっくりしてしまいます。どうすぎた、ひょっこりお地蔵さん。横に交わるのは西国街道、久々に出てきましたね。大昔の国道ですよね。揖保川中学校、大きそうな学校です。あかねちゃんは辰野市のイメージキャラクターです。街道に対して家が横長に面しているのが特徴ですね。そして個々の家が広い。こちらは明治天皇が来られた時に宿になった家です。小城宿の本陣だったところです。こちらは読めなくなっています。通りに何気なく残る文化財です。街中の郵便局です。道しるべの石碑があります。ひらがなっぽいところは読めますが、完全にはわかりません。狭い道だよ。坂を登って揖保川へ。堤防は自動車も走る道路で、国道2号や山陽線のそばです。揖保川には江戸時代橋がなく、渡によって行き来していたそうです。セミが鳴き、スズムシが奏でる季節の変わり目です。無垢の木陰がいいね。お、山陽新幹線ですね。今では川幅はそれほど広くなく、歩いてでも行けそうです。ただこの道は車の通りが激しい。今度は貨物列車。お、なんかあったか。200年前の江戸時代の揖保川は
どんなだろうな。では200年後の揖保川は？未来はわからないね。草むらは秋の音色でいっぱいです。スズムシですね。堤防の柵は強固だね。びくともしないよ。さて駅に戻ろう。これは米屋さん。今も商いをされています。プラッシーは飲み物の名前です。瓶に入っているんですが、今でも売ってんのかな。駅前のロータリーは一部で工事が始まっているようです。こちらも広くなり利用しやすくなりますね。ということでこの辺りは路面になるんですね。駅に面白いものを見つけました。昭和初期の辰野駅前の様子です。旅館や鉄工所、タンス店、紙結いなどが並んでいます。商店街だったんですね。先ほど歩いたところですよ。駅舎の柱は古きを知っています。しかし間もなく変わっていきます。神戸からは71キロメートル。古戦橋は一部木造。窓はなく吹き抜け。改修によりこの古戦橋は撤去されます。木の床は珍しいでしょう。手すりがついたり電灯が変わったり長年生かされてきました。階段はタイルです。元は木でしょうね。辰野は普通電車のみ停車します。姫路に向かうと次は網干。時代とともに変化してきた辰野の町、駅周辺が再開発され利便性が向上することにより生活しやすい町になるでしょう。それでは今回はここまで。またお会いしましょう。辰野駅からチャンネル登録よろしく。